皆さんこんにちは、なぎがかです。こちらの動画ではリアルな髪の毛の描き方を解説します。ということで、パート1で描いたこちらの白石麻衣さんの髪の続きを仕上げていきます。パート1では鉛筆で黒く塗るという内容でしたので、パート2では電動消しゴムを使ってハイライトを表現していきます。では早速、今回新たに使用する道具をご紹介します。まずは極細消しゴムです。僕はトンボのモノゼロというものを使っています。メーカーは何でもいいです。こちらのように丸型と角型がありますが、僕は丸型のみを使っています。これは普段あった方がいいですが、髪型や写真の写り方によっては必須の道具というわけではないです。今回はこちらの一部分だけに使います。極細消しゴムの最大のメリットは2つありまして、太く消せる、また消し具合を自由自在に変えられる、この2つです。太く消せて消し具合を自由に変えられると何がいいのかと言いますと、こちらのようにハイライトをぼかすことができるということです。こんな感じですね。このようにハイライト部分をぼかすことができます。その代わりデメリットとしては消す力が非常に弱いという点です。薄い箇所は簡単に消えますが、真っ黒の部分を消そうとすると全然消えません。なので極細消しゴムはこちらのように背景があまり濃く塗られていないぼかし部分に大活躍します。続いて、僕が髪を描く上で絶対に欠かせない電動消しゴムがこちらです。僕が使用しているのはサクラクレパスというメーカーのラビット電池式電動磁消し器ラディック RE3000N というものです。こちらは単4電池2本で動きます。確か当時の販売価格は3000円台で、それくらいで購入したような気がします。今は廃盤になっているらしく、プレミアがついて Amazon や楽天では7000円から1万円で販売されているのを見かけました。一部のサイトではまだ4000円前後でも買えるようです。以前僕が Amazon で購入しているセーム川のリンクを貼ったら、それ以来その商品がずっと売り切れっぱなしになるという事態が発生しているので、今回ははっきりお伝えしておきます。電動消しゴムはこれ以外でも大丈夫です。必ずしも消しゴムに4000円や7000円もかけないでいいと思います。ちなみに僕がこれを使う前はダイソーで売ってる100円の電動消しゴムを使っていました。これでも意外と使えます。髪の毛を描くための電動消しゴムを選ぶ上で一番大事なのはモーターの精度、言い換えると回転軸のブレのなさです。消しててガタガタするやつはもう致命的です。ネットで相場1000円前後でたくさんのメーカーが販売しています。正直僕も使ったことないメーカーのものはわからないです。とりあえずお試しで使ってみようかなという方は100円ショップのものでいいかと思います。金額は気にしない、とにかく性能を重視したいという方はレビューを参照したところ、ラディック RE3000N の後継機でもあるこちらのサクラクレパスの RBE400 を買っておくと大外れはないかと思います。もしおすすめのやつ知ってるよっていう方がいましたら、他の視聴者の皆さんのためにもコメント欄で教えていただければ助かります。その他、とりあえずこういった特徴のものを探してみるといいと思います。続いて、こちらは画材ではないですが輪ゴムと使い捨てのゴミ箱が大活躍します。これらは後ほど説明します。以上が画材の説明でした。それでは実際に描いていく前に電動消しゴムの使い方をご説明します。そのスイッチを入れるだけじゃんと思うかもしれないんですけど、意外と奥が深いんです。まずはとりあえず消してみます。このように非常に細く消せます。これが極細消しゴムとの最大の違いです。消すときはこの角で消します。むしろ角しか使いません。電動消しゴムのいいところはこのように非常に細く消せることなんですが、なんといっても最大のメリットは後からいくらでも上書きができるところです。例えばこちらのように黒い髪の毛の平面にハイライトが平行に並んでいるとします。これを描くのは非常に簡単で、ただ鉛筆を平行に縦に動かして塗らない箇所をいくつか作ってやるだけです。では次に、こちらのようにハイライトが交わっていたらどうしますか。こんな感じで頑張ってハイライトの部分だけを塗らずに周りだけ塗ってやれば、まあなんとかなりますね。ではたくさんあったらどうしますか。もうお手上げですね。この複雑な形になるように塗り残すなんて不可能です。むしろ髪の毛っていうのは複雑に何本も重なっているのが普通です。この重なっている部分をどうするのかっていう問題は、髪の毛を描いたことがある方なら誰もが一度は頭を抱える問題だと思います。じゃあどうするのかというと、答えはハイライト部分を後から
順番に重ねていくことです。それができるのが電動消しゴムの最大のメリットです。販売されている多くの電動消しゴムはスイッチを入れたままにできず、常に力を入れてスイッチを押し続けないといけません。しかし電動消しゴムは非常に繊細な動きが必要です。スイッチを押しながらだと手に力が入っちゃうんですよね。そうするとガタガタになって滑らかな線が描きづらいです。あとはスイッチが割と先端の方にあるので、結構先端の方を持たないといけないんですよ。持ち方が固定されてしまいます。例えば鉛筆で曲線を描こうとするときに、先端を持ってこのようにして描く人ってあんまりいないと思うんですよね。普通真ん中か端の方を持って手首とか指のスナップで曲線を描くと思います。電動消しゴムも一緒で、先端を持つと手首を固定したときに可動範囲が2センチぐらいしか動けないんですけど、端を持つともっともっと動くようになります。なので僕は輪ゴムをこちらのように巻いてスイッチを固定できるようにしています。ちょっと不格好なんですけど、こうすれば非常にリラックスした状態で歪みのない線で消すことができます。続いてモーターの回転の方向についてお話しします。今スイッチを入れると消したい方向と同じ方向に回転しているのがわかりますか？つまりこのようにしてみたときに時計回りですね。これだと消したい方向と同じ向きに回転しているので、せっかくの摩擦力が半減してしまいます。しかも消したい方向に対してアクセルがかかっている状態なので、非常にスピードがつきます。このせいで結構手元が狂うんですよ。本体には電池の向きが指定されてるんですけど、先ほどのように摩擦が半減する方向に回転するようになっています。なので電池の正極と負極の向きをあえて表記と反対向きにします。これで消したい方向に対してブレーキがかかり、消すパワーがアップするのと同時に手元が安定します。僕も最初はこれを知らずにやってましたが、回転軸を反対にすることで劇的に消しやすくなりました。他の電動消しゴムが購入時にどっちの方向に回転するかわからないので、ぜひ向かってみた時に反時計回りになるようにしてみてください。続いて動かし方のコツをお伝えします。腕と手首をしっかりと固定して、指のスナップで消していきます。最初は狙いを定めるのが難しいですが、慣れてくればミリ単位で消したい部分が消せるようになります。あとは普段僕の作画動画では撮影の都合上面倒なので剣突しの向きを完全に固定してますが、指のスナップの方向に合わせて剣突しを回転させることを強くお勧めします。やっぱり手首の構造上、動かしやすい向きとそうでない向きがあると思うので、僕の場合は上に凸の場合は非常に動かしやすいんですけど、下に凸の場合は非常に動かしづらいので、剣突しを回転させるといいと思います。さて準備ができました。ここからは実際の絵で解説していきます。それでは実際に消していきます。まずはこちらの暗い部分に細いハイライトによる髪の毛の流れがあるのがお分かりでしょうか。これを今から消しながら表現していきます。ちなみにそれよりも手前にさらに明るいハイライトが見えてますよね。これを後から描きます。パート1の内容を思い出してください。とにかく重なっている部分は奥から描くんでしたね。一旦手前は無視してください。はい、こんな感じです。ここでめちゃくちゃ大事なことを言います。この時点で注意してほしいポイントが3つあります。それがこちらです。まずは濃さです。今消した部分を見てください。明らかに白すぎますよね。なのでこの白い部分を写真と同じ暗さになるまでしっかりと塗ってください。パート1で言いましたが、最も明るい部分のハイライトでさえ意外と濃く塗る必要がありました。これをやらないとハイライトが明るすぎて浮いて見えてしまい不自然になります。極細消しゴムでは消した後の濃さをある程度調節できると言いましたが、電動消しゴムではほぼ不可能です。消した部分は真っ白になってしまいます。なのでこの作業は毎回必要です。続いて始点と終点です。始点とはこの部分のことで、終点とはこの部分のことを言っています。まず始点について、暗い部分からいきなり細くて白い髪の毛が出現してますよね。
まるで切り取った白髪を上に置いた感じです。これでは不自然なので、視点をなじませます。それによって、だんだんと髪の毛が浮き上がって光が当たっているように見えます。続いて、終点です。今の感じだと、肩まである長い髪の毛の中で、細く切られてしまってますね。もし男性を描く場合は、この終点が途切れている場合がよくあります。男性と女性で髪の描き方の大きな違いは、この終点が目立っているかどうかだと思います。女性の場合、まあ、ベリーショートとかは別ですけど、一般的なロングヘアの場合、途中で切れているパターンはあまりないですね。ただし前髪は、こちらのような毛先の場合は、終点をしっかり強調してください。なのでこの部分の場合は、視点と同様に終点も目立たないようになじませます。次に太さです。最初、こちらのように完全に角が尖っている場合は細い線で消すことができます。しかし何度か消していると先端が丸くなってくるせいで消す線も太くなります。今回分かりやすくするために大げさに太くしましたが、もしこちらのように線が太くなってしまった場合は両サイドをめちゃくちゃ尖らせた鉛筆で塗ります。こちらのように先端が丸くなって黒く汚れた消しゴムでは全然消えません。なのでこちらの使い捨てゴミ箱などを用意して電動消しゴムを垂直に押し当てることで角が復活します。消しカスがものすごい飛び散るのでおすすめのやり方です。以上が重要な3つのポイントでした。これを踏まえて同じように消していきます。まず電動消しゴムで消す。そしてこの3つのポイントを実行する。これで1本のハイライトが完成します。これを何百回か繰り返します。気が遠くなるような作業をですね、残念ながらリアルな髪の毛を表現する上で楽にできる魔法のような裏技は存在しません。それなりにリアルにしようとするとやはり手間がかかります。ただ繰り返せば繰り返すほどリアルになっていきます。どこまでやるか、どこまでリアルにしたいかは皆さんにお任せします。今回は同じことをひたすら何百回も繰り返すだけなので、その部分は大幅に省略します。ここでもう一つだけ大事なポイントをお伝えします。一本の明るいハイライトを作るのには非常に手間がかかります。せっかく作ったんだから目立たせたいって思うのが普通だと思います。しかし目立たせすぎると不自然になります。良くない例がこちらです。こちらの良くない点は、先ほどのポイントのうち ① と ③ ができていません。まずハイライトが明るすぎます。そしてまだまだ線が太いです。加えてハイライトの本数が足りていません。写真に近づけたいのであれば、せっかく作ったハイライトも存在しているかどうかわからないくらいにまで周りと馴染むように濃いめに細く塗りつぶします。そしてとにかく本数を多くしてください。一本一本ではあるかわからないけど、たくさんあれば存在がなんとなく認識できるようになる。これが理想の形です。はい。ある程度メインの流れの方向ができてきました。続いてこちらの最も手前の跳ねた髪の毛を描いていきます。これを描くときに失敗してしまうと、せっかく描いた下地の流れも台無しになってしまうので注意してください。注意点として、まず消しゴムの先端がしっかり尖っているか確認してください。では消していきます。はい、こんな感じです。これでは白すぎるので非常に尖らした薄めの鉛筆で白い部分を塗ります。続いて跳ねた前髪の先端も描いていきます。まずは立体的な手前の前髪を描く前に下地の流れを描きます。
次に消しゴムの先端が尖っているのを確認して、細い線で流れに沿って消していきます。次に極細消しゴムを使ってピンボケしたハイライトの描き方をご説明します。写真で言うとこの部分ですね。くっきりしたハイライト部分とは雰囲気が全然違います。電動消しゴムでは消す強さを調節できず、消した線は非常にくっきりしているため、ハイライトのぼかしには使えません。これを極細消しゴムで表現するポイントは、パート1で右側のハイライトを描いた時に説明しましたが、線ではなく面を意識することです。まず極細消しゴムを不規則に動かします。まっすぐな線ではなくガタガタした線のイメージです。ここで力を入れて一気に消すのではなく、消えるか消えないかぐらいの優しい力で何度もなぞる感じです。これだけでは消した線がくっきりしている部分がまだあるので、鉛筆でその境界線をぼかします。最後に写真の中で手前側に若干明るいハイライトが見えているので、これを極細消しゴムを使って消していきます。続いてこの一番複雑な部分を描いていきます。ここまで動画を見てきた皆さんはもうどうすればいいか分かりますね。まずは奥から描くんでした。一番奥を探してみましょう。この非常に暗い4箇所ですかね。このうち左下のものは髪の流れに沿って細かい毛が目立ってないです。したがって電動消しゴムを使う必要がありません。飛ばします。上の3つは真っ暗な中でわずかにハイライトの流れが見えるので、ここを消していきます。注意点は消した後の線を塗るときに結構濃いめに塗ることです。この後にまだ手前の部分が何段階かあり、そこの部分を今よりさらに明るく必要があります。ではその次に手前の部分はどこでしょうか。この辺りですかね。4つの束のうち上の2本が下の2本にかぶさっている、つまり上の方が手前にあるので、まず下の2本から描きます。続いてさらに手前の部分を探していきます。この部分ですね。そしてここが最も手前です。ここを消していきます。ここで失敗したら本当に悲惨です。繰り返しですが、しっかり消しゴムは尖らせて失敗のないようにしてください。次にこちらの青と緑の部分について、青の上に緑の一部分が重なっています。なのでまずは奥側の青から描きます。それができたら緑を描きます。先ほどの最も手前の部分も若干青の部分にかかっているので、後からこれも描いていきます。ここよりも下の部分と顔の右側の部分では、今までに説明した内容の繰り返しで、新たなテクニックは特に必要ないです。この続きはフルバージョンの動画に載せておきます。あれから下半分と右側を描きました。あとは全体的に細いハイライトを描き加えました。こんな感じに仕上がりました。この消しパートでだいたい5時間くらい、絵全体で3、40時間かかりました。まずパート1の塗りだけの場合と比べてみましょう。電動消しゴムで細かいハイライトを表現することでかなり雰囲気が変わりますよね。パート1であれだけ濃く塗るように意識して、結果的にここまで薄くなります。慣れてくれば、この塗りでいうところの足し算、消しでいうと引き算、この濃さの計算が写真から逆算できるようになってきます。紙は時間をかければかけるだけ、どんどんリアルになります。今回はこの辺りで完成とします。では消しパートのコツをこちらにまとめておきます。復習したい方は読んでみてください。一言でざっくりまとめると、パート1では濃く塗ること、高密度に塗る、この2つでした。パート2では1本あたりのハイライトをなるべく細く、たくさん描いてください。
白さで強調するのではなく、暗めであるかどうかわからないようなものを本数多く書くことで強調してください。これが一番大事な部分です。さて皆さん、パート1とパート2にわたってリアルな髪の毛の描き方を解説してきましたが、いかがだったでしょうか。最後に上達のコツなど少しお話をしようかと思います。今回は一種類の髪型の中でいろいろなテクニックをご紹介しました。一応基本的な解説は一通りしたつもりですが、髪型や光の当たり方によっては今回より難しいものはいくらでも出てきます。例えば光と影が非常に複雑で、さらにピンボケが強いものや、こちらの前髪のようにおでこの基本の肌の色、おでこの影、前髪の基本の濃さ、前髪同士の影、前髪のハイライトの計5種類の濃さを描き分けないといけないなど、非常に高度なテクニックが必要なものもあります。大事なのは細部へのこだわりです。今回の動画を見て、そんなとこまで忠実に表現するとか細かすぎでしょって思われた方も多いかと思います。髪の毛に限らず、なるべく写実的に表現しようと思ったら、この細かさはないとダメな気がします。あとは髪の毛の構造をしっかりと把握してください。なんとなく描き写すのではなくて、髪同士の位置関係や奥行きの関係など、髪の毛がどうなっているのかを常に考えながら描いてください。もう一つ、髪の毛っていうのは描く人によって本当に描き方がバラバラな気がします。使う道具も人それぞれ全然違うと思います。例えば YouTube で有名なヘザー・ルーニーさんという方は、カッターナイフでハイライトを入れたり、色鉛筆画でとても有名なドローホリックさんは、尖った針のようなもので、鉄筆ですかね、色鉛筆の顔料を削りながらハイライトを表現したりと様々です。僕自身ではいろいろ試した結果、電動消しゴムが最も自分のスタイルに合っているので、他の方法は使ってません。僕は電動消しゴムが最もリアルに描けると勝手に思ってますが、これが皆さんの絵柄や手に馴染む方法かどうかはわからないです。皆さんは自分に合う方法を探してみてください。まずはいろいろな方の動画を見て描き方を真似てみる、これが上達への一番の近道だと思います。今回の解説動画では時間の関係上かなり多くの部分を省略しました。もしフルバージョンを見たいという方は動画の説明欄にリンクを貼っておきます。もし解説の中でわからない部分や、その他の鉛筆画、色鉛筆画のテクニックについて解説動画のご要望などあれば、遠慮なくコメントしてください。今後も解説動画を引き続きアップしていく予定なので、よければチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、パート1、パート2と長い間お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。